で持ち出してんのかよ。ここに小笠原がいたとこでどうしようもねえだろ。おい、そこのボジャータム、やべえ。さっき組めといた野郎か。こいつらネズミやで、捕まえる。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。うちのメスタルは容赦しねえぞ。頑張ります。見せてよ。よし、もう時間あるだな。成長を感じます。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや、アホンだら。やろう、いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田礼二って名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。うん、なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。はん、だったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか、あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くで。くそ、来るよ、一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ。さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえさ。鉄球集中、行くぞ。どうしようかな。ほら、このままじゃ済まさへんで。よし、見てなさい、奥の手。行きますよ。よし、勝った。よっしゃ、ちょこまかしよってボケが。
と決まって動かんか。よーし、行け。さっちゃん、足立さん。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。タイプやったのに。なんや、動かへんやないか。一旦仕切り直したい。お前がタイプだとよ、変なのばっかに疲れるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。奴らは潰されたんか。早く確認せえや。